金子恵美君。立憲民主党の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。法案の質疑に入る前に、東電福島第一原発のトリチウムを含む処理水の海洋放出基本方針について、政府の動きがありましたので、前回に引き続きまして、質問させていただきたく存じます。4月の16日に政府は第1回目のアルプス処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議、実行会議という名称だということですけれども、これを開催しました。野上農水大臣もご出席されたということであります。関係閣僚のお一人であります。この会議はどのような経緯で設置され、そしてまた今後どのような進め方で、実際に、実行に向けた取り組みというものがなされていくのか、お伺いしたいと思います。野上農水大臣。4月13日の関係閣僚会議で決定をしました基本方針の中では、農林水産業について処理水の処分に伴い新たに生じうる風評被害への懸念が示されているとした上で、政府全体として将来生じうる風評影響について、現時点で想定しえない不測の影響が生じうることも考えられることから、アルプス処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議を設置をしまして、必要な対策を検討していくこととされたわけであります。で、これを踏まえまして4月16日に1回目の会議が開催されました。この会議ではワーキンググループを設置をして、水産業をはじめとした関係者のご意見を幅広くお聞きをしながら、追加対策の必要性を検討し機動的に実施をしていくとされたところであります。会議では今後のスケジュールとしまして、5月以降ワーキンググループを複数回開催をして、関係者からヒアリングを行った後、夏ごろに2回目の関係閣僚会議を開催をして、課題を抽出するとともに当面の対応を整理するとの説明があったところであります。金子恵美君。もう一言ご決意もいただければなというふうに思ったんですけれども、改めてこの関係閣僚と会議で配られました資料の中では、政府一丸となってスピード感を持って着実に実行していくとあるんですね。私は今回の海洋放出の基本方針というのは本当に乱暴に決定してしまったので、その決定までのプロセス等については大変な批判があるということを承知していますし、それについて認識をしていただき、今後は本当に国民の皆さんにどういう発信をするのかというところはとても重要なことだというふうに思っていますし、また地元の漁連の会長もですね、今回の決定については容認できない、断固反対だというようなこと、この姿勢は変わらない状況なわけです。あまりにも繰り返し申し上げますけれども、乱暴な決定、そして今に至ると、政府一丸となってスピード感を持って着実に実行していく、この政府一丸となっていくというのはどういうことなのか、大臣、決意をお伺いできますか。野上農水大臣。原発事故以来ですね、復興に向けて懸命に取り組まれておられる農林水産関係者の皆様のご苦労、ご心配、本当に大変なものでありまして、海洋放出による風評被害生じることを懸念されるお気持ち、本当に当然のことだと思います。先般ですね、漁連の会長はじめ漁業者の皆様からもですね、さまざまなご要請、等をいただいたところでございますが、やはり風評被害についてですね、どのようにして対応をしていくのか、今般この実行会議も設置をされたところでありますが、さまざまな風評被害、想定をされるわけでありますので、そこに向けてですね、政府が一丸となって、その想定されえない風評被害に対してもですね、しっかりと対応できるようにですね、この実行会議において、ワーキンググループ等においてですね、検討しながら全力を尽くしていくということでございます。
金子恵美君。ありがとうございます。関係閣僚会議 の初会合でもですね、大臣は、福島県産の農林水産物や加工品の買い控え、価格低下が新たに生じることが懸念されているとおっしゃったと報道されています。で、その懸念というものを払拭できるのかどうか、あるいは実際にこの風評被害以上に実害となっていくとは思うんですが、でも今回のこの実行会議では、風評被害対策といったらいいんですかね、一言で言えば、それを主にやっていくということではあるんですが、実際にその風評対策についてこれまでいろんなことやってきてます。もう10年間ずっとやってきてます。でもそれでも買い叩きされたり、価格がもう低迷のままだったりということが続いている状況なんですけれども、効果について等ですね、今までやってきたその風評被害対策についての検証というものをしっかりやっているのか、そして大臣は追加的な風評被害対策が必要だというふうにこれまでずっとおっしゃっています。前回私が委員会で質問されしたときにもですね、そのようなこともおっしゃっていられるんですが、どのような追加的な、風評被害対策が必要だというふうに思いますか。16日に実はですね、東電は風評被害対策というものも含めてなんか方針を実は出してるんですね。で、その中に魚類等の飼育試験を、アルプス処理水で行うとかですね、そんなことまで言っているんですが、この賛否っていろいろあると思いますけど、でもこれからその思い切ったことを何かやっていかなかったらば、本当の対策にはならないということはだというふうに思います。改めてまた決意を伺いたいと思います。野上農水大臣。農林水産省では風評対策としまして、これまでですね、福島県農林水産業再生総合事業によりまして、放射性物質の検査ですとか、流通実態調査、夜間商談会の開催といった販売促進、ギャップの取得促進等々ですね、さまざまな支援を行ってまいりました。流通事業者、消費者に対して、福島県産の食品の安全性、あるいは情報を幅広く発信してきたところでありまして、これらの取り組みも引き続きしっかり行ってまいりたいと思いますし、さらに生産体制の強化につきましては、頑張る漁業復興支援事業による漁獲量の回復の支援ですとか、荷さばき施設などの共同利用施設の整備の支援などによりまして、生産段階への支援なども行ってきたところでございます。これら取り組みのですね、検証を行っているのかという話でございます。福島県の産のですね、農林水産物の流通実態調査によりますと、福島県産品と全国平均の価格差は徐々に縮小してはおりますが、依然、全国平均を下回る価格の品目が多いことが明らかになっております。他方、消費者を対象とした調査の結果を見ますと、福島県産の食品の購入をためらう割合は、平成25年2月は 19.4% だったのに対しまして、直近の令和3年2月の調査では、8.1% まで減少しているわけでありますが、いずれにしてもですね、今般設置されました実行に向けた関係閣僚会議におきまして、これはやはり水産業をはじめとした関係者のご意見をですね、幅広く聞かなければならないというふうに思いますし、どのような風評被害が発生をするのか、こういうことも注視をしながらですね、これもやはり生産、加工、流通、消費、それぞれの段階での追加の支援策を検討していくことが重要であると考えております。金子恵美君。国民の皆さん全体の意見をこう聞いていく、情報発信をしながら聞いていくということも大切だと思いますし、報道されていることがすべてということではないかもしれませんけれども、でも、もうここのところですね、例えば昨日の新聞だけ見ても、地元紙見てもですね、福島ブランドに逆風だということが福島民報新聞に出ている、悪魔の日々よぎる果樹園営む方から のそういう言葉もありました。ですから漁業だけじゃないですね。で、またもう一つの地元紙で福島民友という新聞がありますけれども、これも昨日の新聞ですけれども、今度は都内の消費者、政府が安全性発信して応援したい、でも少ない情報不安、これが見出しなんですね。
もうすでにこの間も申し上げましたように海洋放出決定となった段階でもう新たな風評被害風評がもう起こっているというふうに言わざるを得ない状況なんです。ですから待ったなし急いでいただきたいというふうに思います。お願いいたします。それで18日に、地元のいわき市で、廃炉汚染水処理水 対策福島評議会が開かれました。でここで海洋放出に関する方針を浜通りの首長の皆さんや、関係団体の代表者の皆様に説明したというそういう場でありました。そこでどのような意見が出されたのでしょうか。県漁連の会長をはじめとして地元関係者の皆さんからはおそらく大変厳しい言葉もあったというふうに思います。今日は経産副大臣長坂経産副大臣にもお越しいただいておりますのでぜひその現場での声というのをご報告いただければと思います。長坂経産副大臣。お答え申し上げます。先日18日に開催されました廃炉汚染水処理水対策福島評議会には、福島県庁をはじめとした自治体の皆様や、福島県漁連また JA 等関係団体等の方々にご出席をいただきました。まず第一に漁業者や地元自治体への説明が不足をしており丁寧な説明や情報発信を継続すべきではないか。第二に風評被害が生じないよう風評対策を徹底すべきである。第三に風評被害が生じた場合には東電が確実に賠償を行うよう国が適切に指導すべき等のご意見をいただきました。政府といたしましてはこうしていただきましたご意見をしっかりと受け止めさせていただきまして、まず第一に安全性に係る科学的な根拠に基づく情報を透明性高く発信し、説明を尽くす広報活動を行うこと、第二に風評の影響を未然に防ぐために販路開拓などの支援、そして第三に万が一風評被害が生じた場合の丁寧な賠償など国が前面に立って風評払拭に取り組んでまいりたいと考えております。金子恵美君。ありがとうございます。本来賠償がないようにとにかく風評被害対策をやるんだということですので万が一の場合の賠償の話まで出ているということでありますけれども、これについてですねやはり厳しい声もあったというようなことだと思うんですけれども、実際に私これ、農水大臣に、このことについてどのようにお考えになられているかと皆さんの現場の声ですねそれをどのように受け止めてらっしゃるかということを質問させていただきたかったので、これ通告させていただきました。でも通告した段階で、農水省からどなたもこの会議には陪席していなかったので、わからないのでということでございまして、もちろん、経産省が、主催のような形に、事務局的な形になっているということから、今日わざわざ、長坂経産副大臣に来ていただいたということでありますので、私たちには、いろんなその場でいろんな声があったということを、これもすみません、報道ベースで伝わってくるわけです。でも、通告して、そしてご意見を聞きたいと、どのように受け止めるかというふうに、お伺いしたいとなったときに、そこにいなかったからわからないと言われてしまうと、反対に先ほど来おっしゃってくださっていた、政府が一丸となってというのは、嘘なのかなと感じてしまうわけですよ。本当に残念でならないと思います。今、改めて長坂副大臣からご報告もありましたので、野上大臣。どのように受け止めていらっしゃいますか、お伺いしたいと思います。野上農水大臣。さまざまな情報についてですね、しっかり共有していくことは重要であると考えております。今、18日に開催されました福島評議会での状況がご答弁があったところでありますが、福島県の副知事をはじめとする地元関係者の皆様からですね、処理水の安全性等についての理解が深まるように、
関係者への説明を継続するとともに、国内外への情報発信を行い、風評が生じない万全の対策を行うこと、あるいは安全対策に万全を期す東京電力に対しての賠償ですとか、国がしっかりと指導することとの発言があったということが今、答弁があったところであります。その中で、福島県漁連会長からはですね、海洋放出への反対は変わらずに、これも地元で漁業を継続することが、会員の総意であること、あるいはアルプス処理水について、関係者の理解を得ることとの発言があったとも聞いております。農林水産省としては、関係省とですね、連携をしながら、アルプス処理水の安全性について、国民の皆様や海外に対して丁寧に説明する、今、先生からお話したとおりでありますが、しっかりと理解を得るようにですね、上手を図っていく、風評を生じさせないための最大限の努力を行うとともに、先ほど来、答弁させていただきましたとおり、漁業者をはじめとする関係者の皆様の意見を伺いながら、生産、流通、加工、消費、あらゆる段階においてですね、風評対策を実施をして、漁業が継続的に発展していけるように、対策に取り組んでまいりたいと考えております。金子恵美君。それでは長坂副大臣、ありがとうございました。ご在籍いただいて結構ですので、ありがとうございます。続いて、風評被害で苦しんでいるのは、漁業者だけではないということを何度も申し上げさせていただいているんですが、昨年の12月の8日の委員会でも取り上げさせていただいたんですが、福島県産の畜産物もこれ風評被害によって低い価格で取引がされていて、以前の水準に戻らないという状況であります。でその中で、昨年4月からコロナの影響で肉牛が下落したということから制度を変えた牛丸金肉用牛の肥育検定安定交付金制度でありますけれども、この制度が福島の実情に合っていない状況であるということを申し上げさせていただきました。その東北ブロックという形でのブロックごとの算出によって交付金が算定されるということになりまして、これはこの東北ブロックの中でいうと高値がつく米沢牛、前沢牛、仙台牛のようなそのブランド牛が生産されているので、福島だけは大変もう価格が低いわけですから、実際の取引よりも、標準的な販売価格が高くなっていって、計算上ですとその赤字の幅が、狭まるということだということで、この牛丸金の交付金が下がっているよというお話でした。それでその時に大臣は十分に検証した上で必要があれば見直しを行うことも考えておりますと、そういうご答弁をくださいましたので、その後どのように検証が行われたのかということをお伺いしたいと思います。野上農水大臣。牛丸金の算定方法につきましては、昨年5月に標準的販売価格をブロック別に算定するという見直しを行いました。でこれは従前からですね、丸金の発動について喧嘩に格差があって、単価についても大きな差が問題となっていた中で、コロナによる弾肉価格の下落に伴って、相対取引価格の下落率が市場価格の下落よりですね、大きくなるという、交付金単価の転換格差がさらに広がる懸念が生じまして、政府ネットとしての牛丸金制度自体への信頼が失われかねない事態となったことから、見直しを行ったものです。でこの見直しについては、本年2月にですね、その効果の検証を実施をいたしました。でこの検証の結果、相対取引価格が市場取引価格よりも低かった県におきまして、県によってばらつきはあるものの、総じてみれば、相対取引価格が市場取引価格に近づいて、さらにはそれを上回る月がある県も出てくるなど、販売価格の地域ブロック化の効果はあったと考えられることから、現行の地域ブロックによる算定を引き続き行うとしたところでございます。金子恵美君。福島県の現場では、現場からの声としては、これ、理解はしてないですよ。で実際にもうこちらからちょっと申し上げさせていただきますと、じゃあ、この見直しというのはできないという話でしたから、2月の段階で説明が行われたというふうには聞いていますが、その代わりに福島県農林水産業再生総合事業における肥育農家への支援というのが新たに作られたということで、これモデル牛を導入したときは10万円、有料牛を導入したときは7万円なんですね。これはこれでありがたいことだと思っています。でもこれはすべての
方々にをカバーするわけではないので、牛丸金とはやっぱりもう違います。すべてが対象ではないということですから、やっぱりどうしてもその牛丸金で福島県の農家にとってマイナスになっているこの制度設計というのは変えてほしいと。今もやっぱりこれ福島県からもいろいろ要望が以前あったわけなんですが、今も同じ要望であるということです。でそれに応えていただきたいというふうに思うんですが、いかがですか大臣。野上農水大臣。福島県のですね、畜産、特に肉用牛につきましては、現在においても東京市場における福島県産牛の枝肉価格が同市場の平均値に比べまして1割程度、1頭当たりにしますと10万円程度低い状況になっておりまして、これはまあ原発事故のですね、風評被害による影響も考えられることから、その払拭は重要な課題であると認識をしております。このためにこれまでも農林水産省としては販路拡大に向けた取り組みや販売促進の支援を行ってきたところでありますが、今般今言及をいただきました令和3年度の福島県農林水産業再生総合事業の中で新たに肥育農家に向けての支援としまして、福島県産の優良な肥育元牛の導入にあたって1頭当たり最高10万円の助成を措置をしたところであります。丸金につきましてですね、従来の県別方式にするということ、これは昨年5月の見直しの趣旨にそぐわないため、難しく考えておりますが、本対策によってですね、風評被害を受けている福島県産牛の品質向上、ブランド力の強化につながると考えておりますので、福島県と連携しながら、福島県の生産者の皆様に丁寧に説明をしてですね、ご活用いただきたいと考えております。金子恵美君。海洋放出の問題もあって、これからまた再度申し上げますけど、新たな風評被害が起きる可能性があると、価格が低迷、また低下する可能性もある、ぜひですね、しっかりと支援をしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。法律案についてでありますけれども、もう先ほど来、コストの削減の話は、ご答弁をいただいています。鉄骨では1割、木造では3割。でも一方で、畜産クラスター事業というものも、基準事業費が引き上げられている措置もあるということで、実際にその安全基準というものを、そのままにしながらですね、補助事業をの支援をさらに手厚くして、それで生産者の規模拡大等を後押しするという考え方もあったのではないかというふうに思うんですが、ご所見をいただければと思います。水田生産局長。お答えいたします。畜産クラスター事業ではですね、畜舎の建築等に対して補助を行っているところでございまして、その基準単価につきまして、先ほどちょっと答弁させていただいたとおり、これまで引き上げを行ってきたところでございます。で、一方で、コスト、建築コストが、畜舎の建築コストが上がっているという声がございまして、建築コストの削減を求める声というのはございました。ということでございますので、できる限り安いコストで建築できた方がいいというのは、これ、当然のことでございますので、私どもといたしましてはですね、今回、この新しい法律を出すことによってですね、建築コストを少しでも引き下げていきたいというふうに考えて、この法律を出したということでございます。で、補助事業の方の基準単価につきましては、今後ともですね、その建築コストの今後の上昇とか、そういったことを注視をいたしましてですね、必要に応じてまた検討してまいりたいというふうに考えております。金子恵美君。重複しないように質問させていただいてますので、よろしくお願いいたします。利用基準、ソフト基準、今回省令で決めなくてはいけないと、決めていくということなんですが、実際にどのように決めていくのか、畜舎の規模、畜種の違いとか、さまざまな観点から決めていかなくてはいけないというふうに思いますが、どのようなお考えをお持ちでしょうか。で、実際に避難経路、避難訓練、どのようなことを想定しているのか、お伺いしたいと思います。花副大臣。やっぱこの技術基準が緩和される利用基準となる B 基準について主にお尋ねだというふうに理解をいたします。で、これは具体的にはこれ省令で決めていくことになるんですけれども、1日あたりの滞在時間と滞在人数の制限、畜舎内等内の整頓を行うことなどによって
災害時の避難経路を確保すること、災害による被害の防止軽減に資する取り組みとして年1回程度の避難訓練の実施や新制度の B 基準に基づいて建築したことを地区社等に明示することなど、まあ、それは具体的に今後省令で決めていくことになろうかと思います。金子恵美君。第3回目の新たな地区社建築基準等のあり方に関する検討委員会が昨年5月の11日に書面開催されていますが、この、まあ、ソフト面で何ができるかというところも含めてではありますけれども、そこで本課は委員がこのように言っています。法人として雇用を持つなら、働く人たちの環境づくりと安全性の確保、経営の安定持続性を高めていくことから家畜の命を軽視してはならない。被災時の損害を軽減し、人が怪我をすることもなく家畜の命を守ることによって早期に生産再開することが可能となるというふうに言っています。まあ、この法律は反対するものではないんですけれども、やはりアニマルウェルフェアの観点から家畜にストレスをかけるような畜舎であってはいけないというふうにも思います。そして改めて家畜の安全確保、そしてストレスのない飼育環境を担保できるということで良いのか、一言だけ。申し合わせの時間が経過しておりますのでご協力願います。野上農水大臣。本法案によりましてはですね、畜舎内の滞在時間等を制限することで、例えば稀に起きるような地震で畜舎が損傷しても倒壊をしない強度にまで構造等の基準を緩和することと考えておりまして、家畜の生命を軽んじているということではございません。金子恵美君。終わります。次に矢上。